ギャラースです。最後は笑かんでいたというべきかな、産経の記事でございます。韓国軍竹島、日本の竹島侵攻だって。シナリオ侵攻するから自分の領土のとばかやろうって。奪還だ、奪還、奪還や、奪還せんかやよ、あよ追い出さんかいってやつね、はい、シナリオ、軍備増強の説得用に用いたそうです。ね、別にさ、それ自体はどうでもいいんだけど、あんだけガーガー騒いでた軽空母さんに1000万円も支給しの予算つけなかったのはどこの国だっけかっていうね、外縁設計はおるか、こうまともな CG 数は作れませんよ。どうするんですか、CG でこう GO なんたら X とかさ、GO なんたらこう地区間とかさ、いろいろアーセナルなんちゃらとかさ、お作りになってらっしゃるようでございますが、ね、これじゃあ1000万じゃ下手な、こうじゃあ MMD なんか大丈夫かな、MMD とかだったら作れるかもしれないけど、それはダイヤの人に作られるだけで、こうね、なんか破綻している、ボンが破綻している物体ができそうですよね。まあ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 、ね。ただ、思うんですけど、おいよ、まあね、言わせときゃいいんじゃねって、ちょっとと、進行シナリオじゃなくて、普通に奪還しに行けばいいと思うよ、自衛隊もさ。ここはやっぱりだって日本の国土なんだからさ、別に侵略はしちゃいけないけど、防衛しちゃいけないとは別に書いてないわけだからさ、防衛というかさ、自分の国土を奪還、自分家の庭をさ、庭先にさ、居座ってるさ、野良犬をさ、切り飛ばしに行くくらいはいいと思いますよ。野良犬に失礼しました。はい、野良犬さんに失礼ですね、申し訳ないですね。犬くんの方がまだ頭良かったなと思いながらね。はい、まあいいや、はい。でね、それはともかくとして、もう私もこの手のなんだマイクを持って結構長いわけですけど、もう日常生活でこう何なんだろう、職場とかでさ、韓流にお羽織りになってるこう奥様方のさ同僚とかがいるわけですよ。その話を聞くたびにこう青筋が立ってくるこの感覚をどうしたらいいでしょうかね。誰か教えてほしいわけなんですけど、何韓流とか某 BTS とかお褒めになってるんですけど、ね、ついついこう口出してふざけんなって言っちゃうんですよね。はははスルーができないよ、助けてくれよって思っちゃったんですよね。昨日実際にそういうのがあったんですけどね、もうあいつらもさ、日本の国土から切り出してやりたいよね。とっとと半分に帰りやがれ、こんちくしょうと、私も帰しやがれ、こんちくしょうってね。いいよ、進行シナリオはないけど、奪還シナリオならとっとと公開をしなくていいや。うちうちでどうぞ海事陸事合同で作っていただいて、海兵隊で空挺公開でも何でもいいし、だって日本なんて別に揚陸部隊あるんだからさ、それをどうにかしても切り落としていただきたいよね。常駐部隊の高が知れてんだからさ、まあね、それぐらいやってもいいと思います。逆に向こうには揚陸部隊でしかなかったんですね。ただまあ、それはそれでこう、爆撃してきそうだからなぁ、っていうところはあるんだけどね。まあでもまあ、やるべきだと思うんで、そこはぜひともお願いしたい。はい、侵略シナリオとか書いてあるけど、実際に日本が作るシナリオとしては、侵略じゃなくて奪還シナリオだよ。で、それを重ねに来て、軍備拡張とかしていいんじゃねえよって話ね。でも、それ言いながら、別にね、さっきも言ったけど、1000万円も予算をつけられなかった、軽空母事業に、何ができるんだろうな、パッパッパーって、こちらを笑ってあげる次第でございます。はい。はい、ね、まあ、韓国軍の、この今後の、メタ提供に、ぜひとも期待していただいて、まあ、各週ぐらいでまた、わらかんネタを持っていきたいと思います。ありがとうございました。